し12回戦を行います。赤コーナー WBC 世界フライ級チャンピオン20世紀最後の日本での世界タイトルマッチまで1分を切りました。舞台は2008年オリンピックに立候補した大阪のベイエリア舞島です。今チャンピオンがコールされました。徳山正盛です。放送の解説は元 WBC 世界ミニマム級 WBA 世界ライトフライ級チャンピオン2階級制覇井岡弘樹さん、元 WBC 世界スーパーフライ級チャンピオンの川島弘さん、実況植草でお伝えしてまいります。そして今チャレンジャーの名護がコールされようとしています。チャレンジャー名護明彦、チャレンジャーの名護がコールされました。なおレフェリーはアメリカのフランク・カプチーノ。世界は今日82試合目、そしてジャッジはアメリカジェームス・ジョンキン、日本の桑田和正、浦谷信明です。この放送はテレビ東京の制作協力、そしてテレビ大阪の制作で全国の皆さんにお伝えしてまいります。主なルールを今ご覧いただいておりますが、1ラウンドの中で3回ダウンしますと自動的に KO 負けとなります。3ノックダウン制です。第4ラウンドまでの間に偶然のバッティングで試合をストップする場合は引き分け、その後はスコアカードになります。さあ舞島アリーナ、早くも大きな興奮に包まれています。今世紀最後の日本でのタイトルマッチです。赤コーナー白のトランクスのチャンピオン徳山、青コーナーが黒のトランクス名護です。ジャッジは今日が世界82試合目、アメリカのフランク・カプチーノです。今世紀日本最後のタイトルマッチ、7時58分第1ラウンドのゴングが鳴りました。試合が始まりました。さあ放送の解説は井岡弘樹さんと川島弘さんです。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ井岡さん、はい、まあ、因縁浅からぬ徳山選手の初防衛戦、どうご覧になりますか。そうですね、まあ、僕が試合負けたんですけど、はい、徳山には東洋チャンピオンになり世界チャンピオンになったことで僕もほんま嬉しいですから、今日はぜひ防衛してほしいです。1ヶ月前に川島選手に憧れて、そしてサウスポー対策を学びに川島さんのジムに来た、はい、徳山ですが、今日はこの試合どうご覧になりますか。はい、そうですね、まあ左を使ってね、はい、自分のボクシングをするということが一番大事なんですか、ね、はい、今日はこの井岡さん、そして川島さんお二人に解説をお願いしております。さあスタミナでは徳山、序盤戦はこれどうでしょう、名護が仕掛けてきますか。本当はあの仕掛けたいところなんですけども、はい、やっぱり右ストレートが強いということで、その右ストレートが今出ました。出られないですね。はい、井岡さん、いきなりこれ右ストレートですね、はい、当たりましたね、何発かね。今徳山のペースで来てますね、これは、はい、思えば前回の初めての挑戦者だった徳山が勝ったのも1ラウンドから超インジュ戦チャンピオン相手に自分のペースに川島さん持ち込みましたよね。そうですね、だから今日は本当はその戦い方を名護選手がしたいところなんですけども、そうですね、やっぱりその右ストレートが強いということで中に入れないですね、なかなか。先に仕掛けたのは徳山の右ストレートでした。一方名護には大きな右フックという武器があります。本当はあの入ってかき回したいところなんですけども、はい、なかなか距離がやっぱ遠いんでね、はい、徳山の場合ですね、名護の方も入りたいんですけど入らせてくれませんね、はい、徳山の金が上手くなりましたね、はい、さあそして逆にサウスポーですから右もそうなんですが、こう左をどう有効的にこれ使っていくかというのがありますよね。そうですね、まあ、左右のパンチ強打がありますので、はい、そこら辺をうまく、パンチを当てていきたいところなんですけどもね、はい、徳山正盛チャンピオンは26歳になりました。北朝鮮、朝鮮民主主義人民共和国籍を持ちます在日3世、これを公言しまして在日朝鮮人3世は初の世界チャンピオンとして話題になりました。一方黒のトランクスは名護明彦、 WBC 世界スーパーフライ級の5位です。24歳、沖縄県出身、具志堅2世と呼ばれるサウスポー強打のハードパンチャーです。第1ラウンド2分を過ぎて残り1分を切っています。パンチ力は名護の上ですからね、はい、徳山のまた右が出ました。今日は右ストレート、そしてまた今右です。あの右がよくタイミングよく入りますね、はい、距離の取り方的には徳山の選手が遠いためですね、はい、距離は、はい、だからうまく変更を使って名護選手が入っていかなきゃいけない、はい、なかなかあの右ストレートがあるんで入れないですね。また右が入った、右のストレート、これで右はこのラウンド3発。この距離は徳山の距離ですよ。徳山の距離ですか、はい、名護はちょっと接近したいんですけどね、はい、徳山がうまく戦ってますね。今日もチャレンジャーなかなか名護第1ラウンドから攻めていけません。第1ラウンドは徳山のチャンスです。今度は左、今度は徳山の左であります。ここで第1ラウンド終了のゴングが鳴りました。第1ラウンド川島さんの採点は10対9徳山です。 WBC
WBC 世界スーパーフライ級タイトルマッチ徳山対名古屋の一戦を川島さんそして井岡さんのダブル解説でお伝えします。川島さん、第1ラウンドの印象どうですか？そうですね、徳山選手の右ストレートがやっぱりいいですね、はい、名古屋選手はやっぱりもうちょっと距離を詰めていきたいというところなんじゃないですか、はい、井岡さんはどうですか？徳山の右ストレート何発か当たりましたからね、はい、このペースでいきたいですね。さあ第2ラウンドです。第1ラウンドは川島さんの採点では10対9徳山、右の3つのパンチで終わったことは右右フックだ徳山、まあ、名古屋選手としては正面に立たないでね、はいはい、足を、徳山選手の外側に持っていくと外側にいうことが一番大事なんじゃないでしょうかね、はいはい、戦前の予想ではとにかく前半戦仕掛けていけば名古屋、そして後半からスタミナにある徳山に分があるのではないか、そういう見方もあったんですが、第1ラウンドは徳山が井岡さんあったことで決めです、はいはい、今度は左来ました徳山、徳山のペースですね、はい、1ラウンド終わったところ具志堅会長はもっと接近してかき混ぜてろ言ってましたけど、はい、徳山のペースになってますね、はい、いい感じですよ。チャンピオン徳山のペースで第2ラウンドも試合が始まっています。まあ、白いトランクス徳山、はい、まあ、動き的にはね、はい、名古屋選手も負けてないですよ、はい、動ける選手なんで、はい、動きでこうかき回していきたいところなんですけどね、はい、やっぱ右ストレートで強いんでね、なかなか入っていけないですね。あっ飛んだ徳山、名古屋が入ってきました。植草さん、はい、チャンピオン徳山サイドですね、はい、やはり今日の名古屋はもう後がないだけに、はい、早いラウンドから前に出てくるだろうと、はい、こういうことを想定しているようです、はい、従いまして序盤でどちらが先に自分の得意のパンチを当てることができるか、はい、これで精神的に優位に立てるんじゃないか、はい、つまり徳山サイドは今かなり精神的に余裕があるようですね、はい、チャンピオン赤コーナーのサイドは酒井健二アナウンサーです。白いトランクスチャンピオンの徳山、そして黒いトランクスは沖縄出身具志堅2世名古屋、世界挑戦は戸高に敗れて以来1年ぶり2回目でやります。距離を取っていきます。なかなかこれ名古屋が横さん入れないんですか？そうですね、名古屋入りたいんですよ、もっと接近したいんですけど、はい、この距離は完全に徳山の距離ですからね、はい、そして徳山には左のジャブで右のストレートというのがあります。これが大きな武器、第1ラウンドもその右のストレートがいきなり出ました。名古屋パンチあるだけにね、はい、徳山も気をつけてほしいですね。一発パンチは抜けてますから、はい、あと左フック、徳山の左フックです。いやなんかしかし積極、今度は左のボディーだ、おっクラクラッときた、クラクラッときた、名古屋の左フック、バランスを崩しましたね、はい、いやしかしこれは川島さん、どうも先々の予想とはちょっと違って、はい、第1ラウンド投げし第2ラウンドとかなりこれ激しい展開になりそうですね。そうですね、どっちかというと徳山選手の手数を出してますね、はい、ちょっと名古屋選手は見る癖が、はい、悪い癖が出てますね、はい、今徳山の左、さあそして今度は名古屋の方が中に入ろうとするところ、名古屋右です。名古屋選手もっと接近したんですけどね、はい、徳山がうまく戦ってますから、はい、名古屋接近できないですね。あっ、タイムストレート徳山右のストレート、さあまた左を使って、名古屋は戸高に敗れて以来1年ぶりの世界戦、8月27日張陰寺を破ってチャンピオンに輝いた徳山、さあそしてまた左、得意な左フックですね、はい、今当たらなかったですけどやっぱり威力ありますね、怖いパンチですね。ここで今第2ラウンドの川島さんの採点、第2ラウンド10対9徳山リードです。アリーナからお伝えしております WBC 世界スーパーフライ級タイトルマッチ徳山対名古屋の一戦ですが、第1ラウンド第2ラウンドともに激しい展開になりました。さあ身長では徳山の方が 4.3 センチ、そしてリーチの長さでは徳山の方が9センチ勝っています。まあ、お互いね、はい、距離を取って戦うタイプなんで、はい、そこら辺の駆け引きっていうのがまた面白いんじゃないですか、はい、そして第3ラウンド始まりました。徳山は試合までとにかく左は嫌なんだとサウスポー対策を、まあ、川島さんのところまで来ましたけども、あっとミスされた、ワンツーだ、このワンツーで超インジュが大阪フルスです。今サウスポー右のストレート、第3ラウンド徳山田高生、超インジュを任した4ラウンドの右ストレートが今第3ラウンド前島アリーナ、パンチが当たりますね、はい、だから名古屋選手としてはやっぱ正面に立たないこと、はい、これが一番大事ですね、はい、サウスポーにはねちょうど右ストレート角度が当たるんですよ、はい、名古屋の左ストレートも当たりますよ。でもその代わり、あ、そのあたりは逆に徳山としても気は抜けないところですね。そうですね、左で距離を測って名古屋としては、はい、徳山を打った後を狙いたいですね、打って空振りした後ですね、はい、その後を 狙えば当たると思います、はい、東京出身ですこの徳山選手ですが、1994年ちょうど今から6年前、大阪のブリンツタのジムの門を叩きました。そして1996年金沢ジムに移籍、そして今年の8月に
世界チャンピオンになりました。韓国のチョウ・インジを破っています。徳山雅紀です。植草さん、はい、チャンピオン陣営ですが、先ほどのインターバルでこのままでいいという指示が出ましたね、はい、そして相手が出てこないならこちらは4ラウンドまで前に出ていけと、出ていけですか、そういう指示が飛んでますね。鹿島さん、このあたりの指示はどうですか。そうですね、前回のタイトルマッチとかなり似通ったようなこれ展開になりそうですかね。そうですね。またにぐっさりと分かりました、まあ、今のパンチですね。ストレート系統のパンチで攻めた方がいいですね、はい、距離を保ちながら。井岡さん、これで、はい、チャレンジャーサイドですがね、はい、こちらね、左右にもっとバランス取って体振ってリズムを取れと、はい、ジャブからのフック、はい、これを大切に。そしてね、やっぱりね、相手の右が出た後のワンツーが大切なんだと、はい、西健雄会長、激を飛ばしています。はい、青コーナー、チャット田美福、青コーナーチャレンジャーサイドはテレビ大阪、渡辺学アナウンサーですが、ナゴ選手もあの目がいいんでね、本当見えるはずなんですけど、やっぱ速いんですね、はい、徳山の目が、はい、徳山のスピードありますね、見えないですね、はい、とにかくこのスピードに超インジも沈みました徳山雅紀。さあ左でまた距離を取って、今日は右が冴えています。いやしかし名護も本当逆にこう自分の思うようななかなか展開がこの第3ラウンドまではできません、まあ、先ほどあの具志堅会長が言われました、はい、体を振ってもの採点は10対9、もちろんここは徳山です。10対8。ストレート、このストレートから左のフック。川島さんの採点、第3ラウンドは10対8徳山リード。さあ第4ラウンドですが、本当にこれ予想だにどうでしょう、しなかった展開なんですか。そうですね、僕は逆の展開を予想しましたね、はい、名護選手が出て、はい、徳山選手が迎え撃つという展開を予想したんで、ちょっと驚きましたね。井岡さんはどうですか。そうです、僕もその通りですね、僕ももっと名護は前に来る思ってましたけど、はい、完全に徳山ペースでね、距離取ってますから、はい、徳山がうまいこと。さあ、まず第3ラウンドに左のフックで徳山がまず最初のダウンを名護から奪いました。植草さん、はい、チャンピオン陣営ですが、はい、そのダウンの直後、意外にもですね、はい、金沢会長からはまだ行くのは早いんだと、こういう声が飛びました。あで引いてもいいけども下がるなと、はい、まあ、これだけを確認してましたね。はい、まあ、鹿島さんも9月にジムをオープンしたんですが、会長の立場から今のコメントってのはどうですか。はい、そうですね、タイプ的にボクサータイプなんで、はい、それはすごく適してると思います、はい、適してるアドバイスだと思います。さあ左で距離を取って、徳山が自分のペースで第1ラウンドからうまく右を使っています。一方の名護、このラウンドもなかなか自分のペースがつかめないまま、とにかくスーパーフライで去年戸高に敗れてバンタムを一時に鉄鋼しようとしたんですが、このタイトルマッチが決まりました。そういう意味では横さんも減量に苦しんだんですが、はい、かなり名護もこれ減量苦しんでましたね。そうですね、名護選手もね、今回減量苦しんでるんですけど、はい、まあ、前回戸高に負けてるだけに、はい、まあ、今回は10人分練習したと言ってましたけどね、はい、前回以上に気合が入ってるらしいですよ。そのあたりは徳山ももちろんそうなんですが、川島さん、はい、名護の記録の充実ぶりって伝わってますね。戸高に、1点負けてますからね、はい、だから今回はどうしても勝ちたいところなんでしょうけど。さあ徳山の右がまた決まっていますが、まあ、名護としては西田、はい、会長が先ほど言われました、はい、ウィーティングタッキングを使って体を振って、はい、中に入ることが一番大事ですね、はい、その中に入りたいんですが、なかなかなかね、左、あの左があるから入れないんですね、はい、接近すればクリンチですね、はい、これうまく逃げられてます、 そうですね、ストレートが邪魔してなかなか入れませんね、名護も。あ、そういう意味ではこの右のストレート、本当に徳山の驚異的な武器になっています。だから名護選手としては、はい、あと自分の当たる距離になれば、はい、パンチを畳みかける、はい、その連打が欲しいですね、一発じゃなくて。さあ第4ラウンドも残り1分を切りました。右、手数がどうしても出ないんでね、はい、見る癖があるんですね。そうですね、ここまでの手数、圧倒的にこれはもうチャンピオンの徳山です。ゆきささん、頭たび具志堅会長からもね、はい、再三中に入れ入れというねアドバイスが飛んでいるんですがね、はい、まあただ川島さん、これなかなか中に入れませんよね。そうですね、徳山選手は目がいいんでね、はい、なかなか入れないですね。うまくウィービングを使って入りたいところなんですけどね、はい、
手数が多いですからね、はい、なかなか入りにくいですよね。熱いボディ、素晴らしいボディが決まりました。徳山、大阪舞島アリーナ第1ラウンドからすごい盛り上がりです。さあ残り10秒を切りました。第4ラウンド、第4ラウンド終了のゴングが鳴りました。川島さんの採点は10対9、徳山リードです。第4ラウンド、この左のいいジャブが決まっていますが、まあ、徳山と言いますと右のストレートなんですが、本当に今日はこの左を有効的に使って右につなげてますよね。そうですね、左がいいんでなかなか入れないですね、なかなか、はい、さあ間もなく第5ラウンドのゴングが鳴ろうとしています。今日は解説に井岡弘樹さん、そして川島弘さんをお迎えしてお伝えしています。さあ第5ラウンドです。第3ラウンドに徳山が名護からダウンを奪っています。長選手が攻めようとした時に必ずうまく距離を作られるんでね、はい、次のパンチが出ないんですね。徳山の左ジャブで名護を見切れたんちゃいますかね、はい、あそうですね、今ちょっと、はい、左のフック、徳山の左のフックだ。あちょっと右目のあたり、右目の上がちょっと赤いですね、植草さん、はい、そうなんですよ。先ほどからちょっと気になったのが、はい、あの名護選手の右のまぶたのあたりですね、はい、これ古傷なんですが、はい、かなり充血してきてますね。あっと右です。チャンピオンもかなりそのあたり狙っているように見えますよ、はい、そうですね、この左ジャブ当たりますね、はい、あっと右、左から有効に右を出してきますこのチャンピオンの徳山。名護選手もだいぶあのストレート見えてきましたね、はい、あのパリングで避けてます、はい、さあそういった意味では中盤第5ラウンドに差し掛かりまして、名護選手がこの辺りでどういう風な自分のボクシングを戻してくるか、展開をしてくるんでしょうか。避けた後ですね、はい、避けたパリングで避けた後攻めるということが一番大事ですね、はい、なかなか攻められてないませんので、はい、ヨガさんね、はい、ボクサーの心理として逆にこう名護サイドに立ってみると、はい、まあ、第1、4ラウンドまで構成されててチャレンジャーです、はい、この辺りってのはどうですか心理的には。そうですね、まあ、セコンドから指示は出てると思うんですけど、はい、もっとガンガン行きたいですよね、はい、あっと来た、これは空振り、ライノフックは空を切りました。もっと接近したいですよね名護選手はね、はい、ただ接近する前に左からこう右のストレート、ね、この辺りがなかなかジャブ右ストレートが出ますからね、はい、まあ、今見て分かる通り、はい、名護選手は徳山選手の中に入ってますね足が、はい、だからまあ先ほども言いましたけど外に出すこと、 それが一番大事ですね、はい、体を外側に持っていくというのが一番大事ですね、はい、徳山の体が外に行ってますからね、はい、サウスポー、それが一番不利なんですよ、はい、外に出して左ストレートを当てるってことが大事ですね、はい、さあそのあたり足の位置にも注目をしていただきたいと思います。なかなかその名護の右フックが出るチャンスがないわけですね、はい、そうですね、さあ第5ラウンドも残り1分を切りました。注目の20世紀最後の国内のタイトルマッチ、徳山名護の一戦です。見事どうしてもあのうまく距離取られますので、はい、名護選手は手数が出ないですね。これはできればステパンチを使って出したいところですね、はい、一発狙ってますからね。あったこれもストレート当たりました。一方の名護選手も大きなフックをしようとするんですがなかなかタイミング使えません。具志堅陽光会長が自らスカウトしてきました沖縄興南高校の後輩名護明彦であります、いいジャンプを使ってステパンチですね、はい、ここでどうしても合わせちゃってますね、はい、さあ第5ラウンドも残り10秒です。手作りでチャンピオンを作り上げてきました金沢秀夫会長、金沢ジム、徳山正盛初防衛戦です。第5ラウンド終了です。このラウンドは川島さんの採点は10対10のイーブンです。さあ第5ラウンドもう一度ご覧いただきます。この名護徳山の左フックです、はい、右を捨てて左フックですね、はい、ステパンチがありますが見えないですね。あれが WBC の最低基準では有効なクリーンヒットと構成、これが7割を占めています。試合運びのうまさが2割、勝つ姿勢が1割です。そしてできるだけどちらかに振り分けるということが現在ボクシングの流れなんですが、第5ラウンド鹿島さんがつけた採点はイーブンでした。はい、名護選手がある程度もリズムを掴んできましたね、はい、まだちょっと攻めにはちょっと至ってないですけども、はい、だいぶリズムを掴んできたということで10対10にしました。今のはかなり効いたんでしょうか名護選手に右のストレート。さあそして徳山がこの第6ラウンドの構成です。名護も出てきましたね、はい、顔色変わってきましたね名護選手。
橋本さん、これね、名護が出てくるということは徳山にとってはこのラウンドチャンスなんですか、それともちょっと要注意なんですか。お互いチャンスですね。お互いチャンス、お互いあのパンチ当たる距離なんで、はい、チャンスだと思います。さあ逆に横さん、チャンピオンとしてはこの辺りちょっと慎重に、はい、積極的にも攻めたいし、はい、名護来ますからね、はい、ちょっと気をつけた方がいいですよ、はい。あの名護選手一発当たればひっくり返すパンチ力を持ってますので、はい、おっと来たか、名護の来たりです。なんとなくその第1ラウンドから第4までの名護とはちょっと感じが違います。第5ラウンド第6ラウンドと落ち着いてきました。だいぶ名護選手も見えてくるようになりましたね、はい、ああいうのを使って攻めに転じたいですね。さあ試合の展開を自分のペースになんとか引き戻したい名護明彦、積極的にも行きたい、そして名護を見る余裕ももちろんあります。徳山としては今までのリズムですね、左ジャブをついて距離を保って切ればストレート、また離れればまたストレートという自分の距離ですね、はい。さあこれはお互い自分の距離で中に入っていくタイミングを伺っています。ここら辺の駆け引きが一番面白いですね、はい、目の変化あり手の変化あり、こういうのがやっぱボクシングの魅力なんです、はい、かなりスパーリングでバッタネギース、そのあたりのフェイントをかけていました。スパーリングの練習で徳山、そう徳山フェイントうまいですからね、はい、僕もこれにやられました。あそうですか、はい、そうですよね。2年前井岡さんは再起をかけた一戦で徳山選手に5ラウンド TKO 負け、はい、そこで井岡さんは引退を決意、徳山選手は東洋へそして世界へと羽ばたいていたわけですよね。まあ僕負けた時は悔しかったですけど、はい、徳山の右フックだ。今のいい角度でしたね、はい、オーバーハンド良かったですよ。大きな名護の右フックではありません、徳山が右フックを打つ。しっかり上げること。ジャブです、ジャブです、はい、今度は徳山が右のストレート顔面にヒットした。今度は徳山の右ストレートであります。激しいラウンドになりました。もうほとんど時間がありません。あっという間に服を切った。第6ラウンド終了ですが、第6ラウンドは逆に名護が初めてダウンを奪いました。このラウンド鹿島さんの採点は10対8、名護が取っています。さあ第6ラウンドで今度は徳山選手が名護の左フック顔面にダウンです。第1ラウンドに名護がプロ初めてのダウンを喫したわけですが、そのお返しをきっちり第6ラウンドで果たしました。さあ世紀の一戦第7ラウンドに入りました。名護パンチがあるだけにね、徳山も気をつけなあかんのですけどね、はい、あの右側をね、もう少し上げることですね、はい、橋本さん、はい、これ試合戻りましたか、イーブンに。そうですね、展開で精神的にはね、はい、あの名護選手の方がだいぶ余裕持ったんじゃないですか。名護が有利ですよ。井岡さん、名護有利ですか、はい、はい。さあ第7ラウンドです。あれだけ第1ラウンドから第4ラウンドまで構成されていました。ちょっと名護ですが、ちょっと不注意に入りすぎましたね、はい、右のガードを下げて入りましたからね、そこに返しのリターンですね、はい、右の左の、あっと左大川右、最後は徳山の右です。しかし積極的にそれでも仕掛けてきますよ。そうですね、気が強いですね、はい、ダメージはそんなにないですね、はい、ダメージがないです、はい、ウエストさん、はい、チャレンジャーサイドですがね、はい、ボクシングはもう常に心なんだという具志堅会長、はい、先ほどのラウンド終わってね、名護に対して自信を持て素晴らしいと大きな声で鼓舞しました。でリズムは柔らかくというアドバイスを与えています。はい、徳山の右でやります。やっぱここからやっぱ精神力ですね、はい、世界戦ともなるとやっぱり一番それが大事ですね、はい、最後は気持ちの強い方が勝つんです、そう語っていた両選手なんですが、とにかく記録充実の両選手、どちらがチャンピオンで残りたいか、はい、どちらがチャンピオンになりたいか、はい、その気持ち次第ですか、はい、そのあたりは2階級を制覇した井岡さん、そして6回の防衛を果たした川島さんならではの言葉ではあると思うんですが、僕もあの名護選手とスパーリング現役の時やったことあるんですけども、はい、すごいパンチがあっていい選手でしたね、はい、だからそのパンチが今爆発したんじゃないですかね、はい、一方の井岡さん、徳山はこれやっぱりスピードですか。ええ、スピードでね、もうパンチは名護ですからね、はい、スピードで勝負ですよね、徳山は。さあ金沢会長、そして一方青コーナー具志堅会長、両陣営からも大きな声が飛んでいます。名護はでもこのラウンドチャンスなんですけどね、はい、もっといった方がいいんですよ、本当に、はい、この距離は徳山ですよ、はい、
ヨコさんがおっしゃいました。今ご覧いただいている距離はチャンピオン徳山の距離です。これ KO された直後のラウンドってのは焦りはないんですか？ありますよ、それやっぱり。このラウンドは、はい、このラウンドは助かりましたね、徳山も、ね、出てこないから。植草さん、はい、チャンピオン陣営ですが、はい、ですからそのあたりの指示はですね、はい、引いてもいいけども下がるなと、はい、これ一辺倒ですね、金沢会長からは。はい、引いてもいいけど下がるな。逆に言えば徳山陣営、このラウンドで立て直しを田島さん図ってるんでしょうか？はい、そうですね、はい。さあ残りあと30秒を切っています。残り20秒、第7ラウンドです。ちょっと見過ぎですね、ナオ選手も。ここで行きたいですけどね。もっと行きたいですね。さあ残り10秒を切りました。第7ラウンド終了のゴングが鳴りました。このラウンドは川島さん、慎重に慎重に、そして10対9、徳山リードです。名古屋ダウンを奪いました。そして第7ラウンドは徳山のペースでした。両者の表情をご覧になって川島さん、いかがですか？そうですね、徳山選手はやっぱり戻ったみたいですね、精神的に。井岡さん、そうすると今度は逆にこの第8ラウンドは徳山にとってチャンスのラウンドになっていますね。名古屋7ラウンドもっと行きたかったんですけどね、はい、徳山うまいことやりましたね。さあ第8ラウンド、ゴングが鳴っています。20世紀最古の国内のタイトルマッチです。名古屋選手としては、はい、右のジャブですね、はい、もう少し出せばステパンチでもなるし、はい、当てもできますしね。そうですね、名古屋一発一発狙ってますからね、ちょっと手数が少ないですね、はい、出せば当たりますからね。戸高、はい、戦でも終盤はかなりブンブンと得意の右フックをね、はい、振ってきたシーンがありましたが、あっと左フック、これは徳山チャンピオンの左フックです。放送席、上草さん、はい、チャレンジャー、あと右ストレート、右ストレートだ、徳山の右ストレート。さあ今度は第8ラウンド、徳山の攻勢、左から左から。さあここは距離を取っていきたい名護、なかなか今度は中に入れない。そこを徳山どうしのいでいくか、そして攻勢をかけていくか。あのジャムがあると中に入れないですね、名護選手は。はい、渡辺、はい、さんどうぞ。チャレンジャーサイドですがね、はい、先ほどから白井名誉会長が具志堅会長にね、はい、連打連打と、はい、で自分から打たなきゃ勝てないんだからもっと打たせろと、はい、再三 あのアドバイスを送っています。はい、まあ、名護選手もあのパンチは見えてると思うんですよね、はい、ただフェイントですね、はい、フェイントに引っかかってますね。フェイントってね、徳山はね、はい、モーションがないんですよね、打つとき、はい、だからパンチどうしても KO率じゃないんですが、はい、もらってしまうんですよ、はい。徳山の KO 率は 23%、 名護はこの試合まで 67% です。手数欲しいですね、はい、第1ラウンドから第4ラウンドまでのような手数がこの8ラウンドも欲しいチャンピオンの徳山です。名護の左ボディです。どうしてもあの一発で体が流れちゃいますね、はい、体が流れないように打てば連打が効くんですけど、はい、もっと連打したいんですけどね、はい、この辺りでまたタイミング崩れてしまいますもんね。パンチを流しちゃうんでね、はい、そこの打ち方はもうちょっと改良すれば連打出ると思うんですけど、さああと残り1分を切りました。第8ラウンドです。あの徳山選手距離が遠いんでね、はい、どうしても大振りになっちゃうんですね、名古屋としては当てようと思ってですね、はい、だからそこら辺を捨てパンチ使いながらコンパクトに まとめていくと、はい、絶対当たると思うんですけど、ね、そして川島さんどうですか、この辺の足の位置は、これは徳山の距離ですか？そうですね、もう反対に足でごまかされてますね、はい、フットワークを使います。チャンピオンの徳山、強打のサウスポーの名護、右フックに大きな良かった、この右フック空振り、余裕を持ってますね、はい、よく見えてきましたね、はい、あった右ストレート、ワッツー右ストレート、だいぶ余裕を持ってきたんじゃないですか。あ、チャンピオンの方が一番大事な、徳山として一番大事なのはガードを下げないこと、はいはい、それが一番大事ですね。ガードがちょっと低いですからね、はい、心の余裕はあると思うんですけどね、はい、公開スパーリングで薬師寺康生さんもねそう語っていました。あ、さあここで第8ラウンド終了のゴングが鳴りました。このラウンド解説の川島さんの採点は10対9徳山が取っています。今は徳山のいいワンツーが出ました。この左フック、これは空を切ったわけですけれども、体を左に流しながら右ストレートですね、はい、見えないですね、はい、でも打とうと思ったら体は逃げてますので、はい、当たらないですね、名古屋選手のパンチは。さあそして今具志堅会長がかなり大きな
きなジェスチャーで名残アドバイスを行いました。第9ラウンドが始まっています。さあそして川島さんね、はい、最近の採点ではかなり10対9、10対8採点に差をつけますよね、はい、そうすると内容以上に意外にこうジャッジの中ではこう差がついて現れることもあります。差はないんですけど、はい、その差以上にそのポイントでは開きがあるということになってますね、はい、このあたりは当然チャンピオンそして名護サイドも第9ラウンドですから、そのあたりの頭は、はい、そうですね、名護選手は負けてるのは分かってるでしょう、はい、名護選手としては今のところ距離で避けてますね。それをガードを上げてですね、はい、ガードで受けるようにするがもっと距離詰まると思います。はい、ウエクトさん、はい、徳山右だ、徳山の右です。はい、どうぞ。テレンジャーサイド具志堅会長ね、はい、この8、9ラウンドが試合前から山だなという話をされてました、はい、ただなかなか中に入っていけないことにちょっとジレンマあるようですね。はい、第1ラウンド第1、4ラウンドまでは徳山の攻勢でした。そして名護が第6ラウンドで初めて徳山からダウンを奪いました。また第7ラウンド第8ラウンドと今度はあった右ストレート、右ストレート、さあそして左を有効に使ってくるチャンピオンの徳山、第9ラウンドです。あ、しかし名護はなかなかそのダウンを奪った後のラウンドは行かせませんでした。右のジャブ、ミフク、どうしても一発で終わっちゃいますね、はい、そしてそれがなかなかこう正確性をちょっと後半になると各場面というのはこれ戸高さんでもね、徳山の足の位置がずっと名護の外にあるんですよね、はいはい、名護はもっと外に行きたいんですけど逆ですね、はい、逆ですからね、はい、徳山のペースになってしまうんですよ。今日はそのあたりお二人に足の位置を解説してその距離感なり、はい、どちらの今リードしているかというのも解説していただいてるんですが、今のところその足の位置距離感では徳山の方が優位と。そうそう、徳山の左足がずっと外にありますから、はい、この距離では徳山のパンチが当たりますね、はい、体を左側に必ず持っていってるんですよね、はい、名護選手は。これは逆にサウスポーがやらなきゃいけないことなんですよ、はい、そのあたりこれ徳山のサウスポー対策、田島さんのジムでも、まあ、田島さんとね、はい、スパーリングもしましたけれども、はい、かなり入念に仕上げてきてると言っていいですか。左ジャブは有効だよということを僕言ったんですよね、はい、うん、あとはもう自分次第だと、気持ちの問題だということは言ってあげました。さあそのかなり今日はこれ右だけではなくて左も有効に使っています、このチャンピオンの徳山であります。もう名護選手としては死に物狂いで、はい、なかなか勝てないですね、はい、うん、チャンピオンになれないですよ。初防衛をしてこそ真のチャンピオンと語っていた徳山です。川島君のアドバイスが良かったですね、はい、川島君のアドバイスがすごいですね。とにかく憧れてた川島さんにサウスポー対策を聞いて、そして仕上げてきましたこのチャンピオンの徳山であります。一方の名護も世界2度目の挑戦、もう頭ないという記憶を振り絞っての戦いです。第9ラウンド、おお、右、はい、今第9ラウンドの終了のゴングが鳴りました。考えて考えてここは川島さん10対9、そして井岡さんもここは10対9、それぞれ徳山にポイントを上げました。さあここは徳山の右が名護の顔面を捉えていますが、ここまでは右を打って体の左に体が逃げてますね、はい、だからもうどうしようもないですね、名護としては。さあこの試合は12ラウンドで行われていますが10ラウンドになりました。残り3ラウンドということになります。もう攻めた方がいいですね、名護選手としては、はい、名護もガンガン行った方がいいですよね、はい、残り3回。植草さん、はい、チャンピオンサイドですがね、はい、あのポイントは完全にリードしてるんだと、はい、ですから初めて金沢会長からこのラウンドから防御をしっかりしろという指示が出ましたね、はい、しかし徳山がこのラウンドももちろんディフェンスもそうなんですが、今のはいいパンチが決まりました ね、まだまだ行きますね徳山、はい、もう名護としてはね、はい、しっかりガードを上げて距離を進めることですね、はい、このまま距離保ってたら今このままで終わっちゃいますよ。日本のジム所属選手同士の世界戦となりますが、1967年の沼田小林以来、これが15回目なんですが、ここまではチャンピオンが13連勝中という記録が残っています。まあ、名護もパンチがあるんでね、はい、どん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 手を出すことですね、はい、逆転するチャンスは十分あると思いますよ。ありますね、一発パンチありますからね、はいはい、そしてそれぞれ KO は1回ずつということですからね、距離を取っています。徳山としてはもう右ガードを上げると、左ガードは完全に受けられるんで右のガードだけですね、はい、そのあたりは先ほどみたいにね、はい、左フックもらう場合があるので、はい、ちゃんと右ガードを上げること、それが大事ですね。これはボディ決まりました。名護そのあたりはディフェンスの達人ということで6連覇を果たしました。川島さん、ディフェンスの重要性は当然こうチャンピオンも分かっていると思います。まあ名護もね、はい、避けてるんですけど、はい、ごまかされてるんだね徳山の動きで、そのあたりはこれ徳山の
井岡さん、フェイントのうまさですか。はい、そうですね、徳山のペースですよね。はい、名古屋はもっと入り立ち接近したいんですけどね、はい、徳山が自分の距離を保ってますよね。はい、そしてどうでしょう、10ラウンド11ラウンドチャレンジャーとしてはこれしんどい場面ですか。そうですね、もっと行きたいでしょう、はい、セコンドはもっと行け言うてるはずですけど、はい、行けないですね。ほら距離詰めないためですね、はい、見てる場合じゃないですね、はい、ガンガン行かないと、はい、逆に徳山としてはこの辺りは余裕の、そうですね、距離を保って、はい、来たら右ストレート合わせるという展開なんじゃないでしょうか。逆にそして6ラウンドで一発これ左フックを切ってることっていうのはかなり徳山の頭の中に残像として残ってるわけですか。そうですね、そうですね、やっぱりそれありますよ、この一発は強いという気持ちはありますから、はい、精神的に気をつけてますよね。徳山としては接近すれば相手の距離に入ればもうクリンチという戦法がありますから、はい、名古屋としてはもう手数を出したいですね、はい、いい徳山の今のも見ですけれども、名古屋としては距離を詰めていきたいところ、どんどん出さなきゃダメですよ、はい、牛研会長、そして杉谷トレーナー回った右、はい、右ストレートです。徳山の右ストレート見てる時に右ストレートもらってますからね、はい、出すことですね。さあ10ラウンドも残り10秒を切っています。そうそうそう、徳山の左フック、チャレンジャーのようなボクシングを第1ラウンドから展開しているチャンピオンの徳山、第10ラウンド終了です。さあ勝負の行方は11ラウンド12ラウンドとも連れ込みます。第10ラウンドもこの徳山の右ストレートが炸裂しました。第1、はい、あのストレートはまあ威力はないんですけどね、はい、まあ、あの見栄えがすごく悪いですね、はい、選手は。徳山が第3ラウンドにダウンを奪いました。そして名古屋の方は第6ラウンドにダウンを奪っています。放送席上木さん、はい、チャレンジャーサイドですがね、はい、白井名誉会長は10ラウンドの時点で6ポイント負けてるから、はい、倒さないと勝てないんだと分析していますがね、はい、とにかく具志堅会長も負けてるよ、勝ちたいだろ、はい、チャンピオンになりたいだろと、はい、とくとくとチャレンジャーに鼓舞を送っています。さあ田島さん、今のパンチですが、徳山、はい、これは来ましたか。残り結構いいパンチでしたね、はい、今のストレート良かったですよ。まともに入りましたね。第11ラウンドも積極的に仕掛けていきます、チャンピオンの徳山。あのモーションがないんでね、はい、あのパンチ見えないみたいですね、はい、徳山の右ストレート、あのパンチですね、はい、モーションが全然ないんですよね、徳山のパンチはね、はい、だから見えにくいんですよ。相手としてはどういうのが来るか分かんないわけですか。これそうですね、あの後ですね、はい、南部選手もう見てる暇ないと思います、どんどん打った方がいいですよ。さあポイントとしては6ポイント、具志堅会長の今のところ、まあ、チェックでは、はい、徳山の方がリードしてるんだと、11ラウンド12ラウンド構成だという劇も飛んでますかね、はい、名古屋本人も分かってますからね、はい、もっと行きたいんですけど、徳山がうまく距離を掴んでますよね、はい、この辺りはディフェンスにも自信を持っています徳山です。もうあのこの距離で戦えば勝てると思ってますよ、はい、徳山で、はい、雑草のチャンピオンと言われておりますこの徳山でありますが、さあここでちょっと今名古屋選手、さあこの時間帯、あっと左で攻めていった、右を返した、左を返しました徳山。さあ11ラウンド、もう残りはあとこの11ラウンドと12ラウンドしかありません。大いに盛り上がっています舞島アリーナ。名古屋自身も上がってますからね、はいはい、もっと行きたいですよ。さあ残りあと1分です、手元の時計では残り1分。どうしても左を打つと距離が遠いんで流れちゃうんですね、はい、で右フックは今度打てないんですね。だからそこをまとめてワンツースリーフォーと本当に打ちたいんですけど、やっぱり徳山の距離の取り方も上手いですね、はい、さあ第11ラウンドも残り1分を切っています。なかなか攻勢を仕掛けられません。左のフックは空を切りました名古屋、徳山の左そして右に翻弄されています。今日のチャレンジャーの名古屋です。ダウンを奪ったんですが、後半はまたチャンピオン徳山のペースで試合が進んでいます。さあ手元の時計ではあと残り15秒というところです。どうしてもいけないですね、はい、この距離はチャンピオン徳山の距離です。そうですね、さあ徳山の右ストレート、徳山の右初防衛に夢
打ったらすぐ左回るでしょ、はい、いいですね。さあ11ラウンド舞島アリーナ大きな歓声が起きました。11ラウンドが終わりました。いよいよ勝負の行方は12ラウンドです。徳山優勢のうちにいよいよ最終ラウンドファイナルラウンドを迎えましたが、川島さん、井岡さん、この両選手の表情を見ていかがですか、はい、川島さんから。そうですね、徳山選手は余裕ありますね、喋ってましたね先ほどで。そうです、徳山ちょっと笑みもこぼれてましたからね、はい、余裕十分ですね。さあファイナルラウンド第12ラウンドレフェリーが両者を上げて、さあ12ラウンド始まりました。大きなまず名護の右フックです。倒れてもいい気持ちいってほしいですね、手を、はい、ないようにね、はい、行ってほしいです。名護は来ますよ、これ。これは構成だ、すごい構成を名護は仕掛けようとしてる。この辺りは徳山は気をつけなければいけません。来ますよ、来ますよ。徳山としてはガードを上げるってこと、はい、それが一番大事ですね、はい、このラウンドはジャブ使って、はい、そう、今のことですね。24歳、このボクシング人生最後のチャンスと言われています名護が最終ラウンドに全てをかけてきます。初防衛なるか、チャンピオンの徳山、金髪のシンデレラと言われましたが、その道はまさに雑草のボクサーでした。グリーン津田に入門するも世界ランカーが多くいたジムでは試合に恵まれません。金沢ジムに移籍するも失意のドローと反省負け、そして1年間ボクシングの世界から遠ざかっていました。周囲の温かい励ましがありまして、今このリングに立っています徳山チャンピオン。さあ1分も経過しました、残りはあと2分です。今世紀最後の国内での世界タイトルマッチ、チャンピオンは徳山か名護か。今のところ徳山優勢で12ラウンド残り2分を切っています。徳山ね、スピードまだまだ打ちませんね、はい。この辺りは川島さん、相当これスタミナって言いますか、鍛えてますかね。あ、そうですね、お互い練習してきますので、ね、世界戦に向けて、はい、お互いスタミナあると思います、はい。ふるさと沖縄でキャンプを張りました。次に来るときはチャンピオンだと。ここまで来たらね、お互い本当悔いのないように打ち合ってほしいですね、はい。あと悔い残すのが一番いけないですからね、はい。徳山にとっても名護にとっても特にチャレンジャーの名護にとっては悔いを残したくない。あと残り1分15秒であります。大阪舞島アリーナ、大きな歓声拍手。その中、白いトランクスのチャンピオンの徳山、ブレイトランクスの名護、どうしても出ないですね、クリンチされますね、はい。さあ20世紀最後のタイトルマッチは1分を切りました。もうすでに観客席は総立ち。さあ残り1分、名護悔いのないボクシングはできるか。これは効いた、これは効いた、名護構成だ。これはグリーンチ上回りましたね、ここ、はい、今のは効きました、はい、良かったですね、簡単ですね、はい。さあ残り30秒を切りました、ファイナルラウンド。さあ最後の一発、そして右フックを狙っている名護、ともかく距離を取って徳山としてはなんとか逃げ込みたいところなんですが、そんな姿勢はなかなかありません。積極的に試合を展開しています。最後の激しい打ち合い、さあもう残りほとんど時間がありません。今ファイナルラウンド終了のボールが鳴りました。世紀の一戦、国内最後のタイトルマッチは判定に結果持ち越しです。ここまではご覧のスポンサーの提供でお送りしました。さあ大阪舞島アリーナからテレビ東京の制作協力、そしてテレビ大阪の制作で全国の皆さんにお伝えしてまいりました WBC 世界スーパーフライ級タイトルマッチ、勝負の行方は判定に持ち込まれています。さあチャンピオンの徳山、初防衛か、そのコールを待っています。一方川島さん、ファイナルラウンド本当に名護もよく戦いましたね。そうですね、よく頑張ったと思いますよ、はい。横さん、はい、今年最後の世界タイトルマッチに本当にこう恥じない素晴らしいゲームでした。そうですね、2人ともよく頑張りましたね、はい。さあこちらサイドは白井具志堅ジムの名護、おっと先に徳山が手を挙げた。ジャッジは117対109、ジャッジジェンキン118対108、大勢ジャッジ村谷117対109。
勝者 WBC 世界スーパーフライ級チャンピオン徳山雅紀。今徳山雅紀のコールがありました。初防衛を果たしました。2000年嬉しいクリスマス、そして新しい年が徳山にやってきます。プレッシャーの中で、そして戦い抜きました。12ラウンド徳山が右手を高々と上げました。そして今WBC のニューチャンピオンベルトが巻かれました。昨日来たばかり、これを長く巻いていたい、痛いと語っていた徳山、昨日の調印式に続いて WBC のチャンピオンベルトを巻きました。そして戦い抜きました。名古屋も見事なボクシングを展開しました。川島さん、はい、いかがですか。そうですね、名古屋選手としてはね、もう少し手数を出したかったところなんでしょうけど、はい、距離が遠かったですね、はい、それだからパンチが出せなかったですね。井岡さん、いかがですか。そうですね、名古屋はもっと接近して、ね、ガンガン行きたかったんですけど、はい、徳山のボクシング1枚うまかったですね、はい。ジャッジの採点ですが、桑田さんの採点117対109で徳山、そして桑田さんの採点117対109で徳山、そしてジェンキンさんの採点118対108で徳山、3対0で見事な大差、徳山の判定勝ちで初防衛を果たしました。やはりあれでしょう、井岡さんも川島さんも、はい、この初防衛してこそこれ真のチャンピオンって徳山が言ってましたけど、そういう気持ちはどうですか。そうですね、相当なプレッシャーがあったと思うんですね、はい、それを打ち破って初防衛したってことはこれからの自信になると思います。井岡さん、どうですか。はい、ね、僕も初防衛した時のは嬉しかったですから、はい、うん、今日はそういう気持ちありますかね、はい。さあ、そしてリング上ではもう大変な騒ぎになっています。徳山選手が嬉しい初防衛を果たしまして、まあこれでなんかこう徳山選手もね、どうやってこれ負けたらクリスマス新年迎えるんだって言ってたんですけど、そうですね、そこら辺のプロシャーがすごくあったんじゃないですか。はい、さあ、酒井健二アナウンサーがリングに上がりました。徳山選手の喜びの声です。それでは見事に初防衛を果たしましたチャンピオンの徳山選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。圧倒的な大差での判定でした。あ、ごめんなさい、ちょっとここ一言いいですか。あのね、僕今目覚めたんですよ。今までちょっと記憶なくしててね。え、ということは6ラウンドの10ラウンド目ぐらいから思い出し、覚えてるとか、それまで全然覚えてないんですよ。俺も試合終わったんですよね。ダウンを喫したことはじゃあ覚えてないんですか。あ、覚えてないんですよ、全然。これは驚きました。しかし淡々とした試合運びで右が見事に当たっていました。本当ですか。あ、やっぱ練習してたから勝手に体が覚えてたんですね。よかった。今年の8月にですね、見事に世界を取った時に初防衛を果たさなければ本当のチャンピオンではないとこうおっしゃっていました。その通りになりました。そうですね、でもなんか嬉しさ半分ですね。なんか試合の半分から覚えてないんでね。試合が終わって覚えていないというのは初めてですか。初めてです。あんな痛烈なパンチもらったのは初めてだったんで。